切れないですね、ですからそのバンとこう振って回すだけじゃなくて左のこう腕がガッと押し込みって言いますかね、バットとボールの当たった瞬間、瞬間をこれかーガーッといったー、すごいすごい出ました、オルティス勝ち越しのホームラン、渡辺俊介打たれました、この人があのヤンキースのゴジラ松井を苦しめました、東京ドーム上段へのホームランが出ました、このシリーズ日米野球第1号、世界一の4番のすごい一振りが見られました、3対2です。いやー鹿渕さん言ってたそばからですよ、いやもうね、私もこのメジャーのね、あのホームランバッターのこのフォームというものをねずっと見てるんですけど、もう昔と違って、体重移動がなくなりましたね。